こんにちは、ねこねこみーやチャンネルのまるです。今回の動画はお姉ちゃん家から家に帰った後のナイトルーティーンです。ぜひ見てください。それではスタート。いつも家に帰ると博多と大吉がお迎えしてくれます。ただいま、ただいま、おーい、ただいま、帰ってきたよ。家に帰ったらまずは大吉と花丸のおやつタイムです。花ちゃん、花丸、いつも花丸と大吉はチュールを半分と、あとこれですね、こういうカリカリのおやつを一袋、二人で一つをあげてます。どれにしようか今日。絶対これ美味しい、これこれ美味しいからこれにしよう。これ二人とも好き。花丸はグルメなのでチュールたまに食べない味があります。でも今日はカツオ節味なんできっと食べてくれると思います。花ちゃん食べようぜ。二人とも膝の上に乗って食べます。はい、大吉から。はい、花ちゃん。はい、大吉。はい、花ちゃん。はい、大吉。ちょっと待って。花ちゃんの食いつきがすごくいいです。かつお節味は間違いありません。はい、れいちゃん。はい、花ちゃん。花ちゃんが前のめりになってるの。はい。よし、次クランキーチュール、下で食べるか、下で食べるか。これはおやつボックスです。こっちがカリカリ系のおやつで、こっちがいろんな種類のチュールが入ってます。かなちゃんがグルメなので食べれない味があったりするんですけど、いろいろ買ってみて試してます。はなちゃんは外に出ます。夜なのにね、外出る。はい、はなちゃん開けるよ。今度は博多さんを外に出します。そっちの電気は壊れてしまってつかないので暗くてすみません。はい、出よう。はい、バーン、出ました。出た後はうろうろしてます。博多がさっきの大吉と花丸のおやつを見つけてポリポリ食べています。博多がお水を飲んでいるところです。いつも美味しそうに飲むので見るたびにお水の CM に出れそうだなと思ってます。はい、ちょっとしてください。あ、終わっちゃった。そしたら今度は博多花丸大吉のご飯の支度をします。家を出る前にお皿洗ってあったので、朝はこれとこれ2つに入れてるんですけど、夜はご飯これだけです。で、朝ごはんはこのグリスミックスと、プリナワンとオールウェル、この3つあげてるんですけど、夜はグリスミックスが高いのでこれとこれだけあげてます。じゃあ、二
2種類を混ぜてこんな感じです。これを揚げております。朝はふりかけかけるんですけど、夜は何もかけずにこれだけです。お水はブリタのお水をあげてます。博多もご飯の時間です。いつもバナナとキウイも一緒にあげてたんですけど、なんか太ってるようなので、大吉と花丸と同じキャットフードとこちらです。はいはい、待ってなさいよ。ご飯にこれも一緒に混ぜてます。はいはい、待ちなさい。はい、博多のご飯も出来上がりました。夜はこれです。とキャットフードとさっきのと、あとあのパプリカとベジタブルミックスに今のウェッティな餌を入れてます。はいはいはい、博多さん食べますか、食べますか。はいはい、ちょっと下向けて、はい、食べましょう食べましょう。はい、どうぞ。博多と花丸は沖餌なんですけれども、博多と花丸じゃないや、大吉と花丸は沖餌ですぐに飛びつかないんですが、博多は餌をあげたらすぐに飛びついてくれます。また興奮しているので毛がモフモフしてます。これが毛がモフモフバージョンで、これ終わるとシュッとします。まだモフモフしてます毛が。このモフモフいつもと違いますよね。好きなものだけ食べてます。朝と同じです。もういいかな。以上です。これから今日のお昼にお姉ちゃんと買い物に行った時に買ったおもちゃでみんなで遊びます。おもちゃで遊ぼう。花丸はおもちゃで遊ぶのが大好きなのでとても興味津々です。大吉はおもちゃより食べ物の方が大好きです。ここで花ちゃんに異変が起きます。あ、花ちゃん、あ、大丈夫か、大丈夫だ。花ちゃんはご飯を食べた後よく吐きます。そういう体質なようです。ね、びっくりしたね。はい、大丈夫。何事もなかったかのように元気に遊んでいます。花ちゃんはとても運動神経がいいので一緒に遊んでいるとダイエットになります。体力をとても使います。走り回ってます。大吉はこんな感じで遊びます。はいちゃん、大ちゃんは花ちゃんと違ってあまり走り回らず、大ちゃんの近くにおもちゃをやってあげないと遊びません。わがままな男です。おもちゃにもこだわりがあるようで、気に入ったおもちゃを探すのが大変です。大吉と遊んだらまた花丸と遊びます。花ちゃんはずっと疲れないのでいつまでも遊んで遊んでと言ってきます。こっちが疲れて遊ぶのをやめてしまうので、今度目いっぱい満足するまで一緒に遊んであげたいと思います。花ちゃんはとってもいい子です。花ちゃんも博多も大吉もとってもいい子です。
みんなと遊び終わったら今度は自分の時間です。だいたい夜は携帯を見たり YouTube を見たりしています。博多がうろちょろしていてとっても可愛いです。今下に映っているのが私目線の博多です。こんな感じで甘えてきます。お腹がぽっちゃりしていてとっても可愛いです。お腹をこうやってさすってあげると気持ちよさそうにいつも眠りにつきます。だいたいいつも1時ごろ寝ます。次の日仕事なのでしっかり寝るようにしてます。だいたい YouTube を見ながら寝ることが多いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。